皆様からいただいたブレスレットのレビューの動画を撮っていきたいなと思います。シンプルで大満足です。週末のお出かけが楽しみになりました。20まで行くとねちょっと余裕はありますね。はい、本日ですねこちら、僕が今つけてる皆様からいただいたブレスレットのレビューの動画を撮っていきたいなと思います。ということで、つい先日先月か、ネックレスのレビュー動画っていうのを撮らせてもらって、実際僕のジャパンメディアのネックレスをね、購入していた方にレビューを書いていただいたんですけども、それを発表したんですけど、まあ、今回はねこのブレスレットバージョン、ちょうど夏も近づいてくるし、まあ、どうなんかなと。特にサイズ感とか含めレビューの中でもね、一見は普通っていうレビューもあったんで、まあ、そういうお声も真摯に、受け止めていこうということでやっていきたいなと思います。実はねこのブレスレットの動画って今まで出したことなかったんですよ。だからネックレス買って貼る人からしたら、こうやって一緒にカタログがね、このジャパンメディアのカタログ届くので、その時にあ、こんなブレスレットもあるんやって気づくんですけども、 YouTube だけの方はねご存知ない方もいらっしゃったかなと思いますので、ご紹介させていただきたいなと思います。まず長さはですね、僕今こっちにつけているのがですね18センチの長さをつけてます。僕手首がですね、だいたいですね17センチ、16.5センチぐらいの手首なんですよね。だからまあ18センチやったら、まあええ感じでついてるかなと思います。で対してねこれ20センチなんですけど、やっぱ20までいくとねちょっと余裕はありますね。ただ一人でつけること考えたらね18結構つけにくいんですよ。だから僕いつもつけてるの20なんですけども、実際売れてるので考えても20センチがほぼ売れてます。だから18って結構細い人になるかなと思って、まあ僕も自分で言うのもあれだけど結構手首細いんですよ。やけどね18とかは自分でこうやってつけるのちょっと苦労するんですけど、20だとパパンってつけるんですけど、まあそういうことがありましたと。でねレビューこうやって見ていただいた時にパッて見ていただくでしょ。ほんな45件、まあここに画像出てますけど、1件はまあ普通やったというお声もありましたんで、まあそういうところをしっかりね見ていきたいなと思います。まずはですね普通やったっていうお声はね見ていきたいなと思います。ブレスレット注文しました。丁寧に仕上げてると思いました。ありがとうございました。どこが普通なとこあってんと、これ良かったんちゃうかなと思うんだけど、まあ一応この方からしたら普通やったと、まあこれはこれぐらいやってんのは当然でしょうというお声やったとは思うんですけども、もしね改善点とかあればもう全然遠慮なくね書いていただければね、僕もほんまに改善していこうと思ってるんですよ。っていうのも前回ネックレスの時に発送した時、発送の通知番号、佐川の番号がいつもないんですっていうお声ありましたっていうことから、その反省を生かして今毎回の注文に発送通知の番号を入れさせていただいておりますので、まあ、そういうね三原様からいただいたお声を素直に改善していくっていうのが、まあ僕の良さでもありますし、まあ僕のね、まあ、強みでもあるかなと思ってますのでよろしくお願いします。でそれ以外にやったらですね、18センチの方、シンプルで大満足です。週末のお出かけが楽しみになりましたということで、まあね例えばこういう感じで時計だけつけててもいいんですけども、まあワンポイントこうやって手首にあるだけで雰囲気またちゃいますもんね。で特にまあ時計の方は別にいらんとしても、この何もつけてない方ですよね。でこっちとかにこうワンポイントあるのもね、いいかなと思います。ちなみに形とかはもうネックレスと全く一緒です。だから特にこの動画はネックレス持ってくれてる人に対しての動画って言っても過言じゃない。だからネックレス持ってくれてるのがだいたい2500人ぐらいいてるんですけど、この2500人あなたに言ってますよという動画になってますので楽しんでいただければなと思います。で次がですね、サイズ感を問い合わせしたらすぐに回答いただけて、イメージ通りかっこいいブレスレットでしたって言っていただいたんですけども、実はねこのブレスレット作る前にもう一個案あったんですよ。それがね何かというとね、まあ、こういうマグネットタイプっていいんちゃうかなと思ってたんですよ。これパッて見てもらったらね、こうマグネットでピチャンってひっついて近づくとひっつくんですよ。あ、これめっちゃいいやんと、こういうタイプで作ろうと思ってたんやけども、実際僕これ、いろんなタブランドですけど買ってこうやってつけとったんですね。あ、つけんのめっちゃ楽やんと、こう近づけるだけでパチンってひっつくからめっちゃいいやんと思ってたんですけど、これねちょっと手とか開けたりしたらねすぐね外れるんですよ。だから買い物とかしてポンってやったら、あれ手ないって思ったりして落ちてたりしてたんで、あ、これちょっとクレームのあるやろなと思ったんで、まあ、どこのブランドとは言いませんけども、この磁石のやつはね僕はやめました。なのでこのフックタイプの、いつも通りのやつになってるんですけど、まあ、これは採用してるということでした。まあ、サイズの手、問い合わせとかもし気になる方いらっしゃったらね、質問してみてください。そしたら僕は分かる範囲で答えていくので、僕は 16.5 で、18だとギリギリかなっていう感じですみたいな。まあ、こういう紐状のものとかでね、その辺の紐とかでギュッて縛って、で定規で何センチかかったりしたら大体サイズ分かると思うので、そういう風にしていただければなと思います。たまにね身長体重とかで言われたりすることあるけど、身長僕ね体重、180センチ、体重75キロなんですけど、ブレスレットどっちがいいですか？それは分からん。そんな身長体重とか関係ないから、とにかく手首が何センチかっていうのを教えてくださいね。でそれ以外にやったらですね、チラッとシルバーが見え隠れしてテンションが上がるっていう風にお声いただいたりとかしてて、個人的にはねネックレスつけるよりブレスレットの方が違和感ないんちゃうかなと思うんですよ。っていうのも手首って
基本何かしらついてるじゃないですか。だから、まあ、なんかつくって言ってもあんま違和感ないけど、首元の方がね最初って違和感あるんちゃうかなとかって思ったりはするんですけど、まあパッて見ててそんな分からないですよ、ついてるかどうかって。まあ言われたらついてるかなぐらいな感じだけど、まあ、例えばこう書類とか書く時とかにパッてあった時に、あ、手首いいですねって言われることあるけど、それ以外はあんまりそんな目立つような感じじゃないんで、確かに見え隠れしてる感じかなと思います。それ以外ではですね、手首細い方なんで18センチにしましたと。あ、この方も書いてくれてるけど、少しつけにくいですけどジャストサイズで気に入りました。シンプルなデザインなので飽きが来なく愛用できそうですってことなんですけど、20の方はね一回ちょっと付け外ししてみますね。僕はもういつも左につけるの左が慣れてるんですけど、こういう感じでねくるっと回すじゃないですか。ほんなこの垂れてるのあるでしょ、でこの垂れてるところにフックでガチンって引っ掛けるのは結構簡単なんですよ。ただ18の方はね結構ジャストなんで引っ付けるの結構大変なんですよね。こうやって同じようにくるんとするんやけども、それでもギリギリ届くかどうかみたいな感じでね、これ調子悪い時はね、5分ぐらいここで対決してます。うーって言いながらね対決して、うわーもうちょい入りそうっていう時でここで入らへんのよ、入ったっていう感じなんで、18センチの方は細い方でもつけたり外したりするのはちょっと大変かもしれないということなんですけど、まあサイズの参考になればなと思います。次はですね、昨日発送通知来てから本日届きましたと。本当に対応が早くて助かります、ブレスレットのサイズもちょうどでした、ありがとうございましたということなんですけど、基本的には当日発送しております。だから今までとか言ったら 2,3 日以内に発送しますねとか言ったけど、もう全部当日です。だからその代わり11時までね、11時までの決済は全て当日に送ってますので、11時1分以降は翌日です。だからそれは、次の日に発送になりますけども、基本的にはもうアマゾンに負けるかっていう思いでやってますので、競合アマゾン頑張っていこうということでやっております。それ以外にはですね、ちょっと最後長いんですけども、10年以上前になりますが20代でよくアクセサリーをつけてましたと。30代はねその興味も一切なくなったりとかしてもう全然つけてなかったんですけど、最高の存在感ですと。まあ、先ほどこういう感じでね見ていただいたブレスレットに比べるとやっぱ細いんですよね、結構細いので、まあ、そこまで目立たへんかなと。まあ、これぐらい存在感がある方がいいっていう人もいてるやろし、まあ、これぐらいのほんまにちょっとしただけでいいっていう人もいてるやろうけど、そういうお声をいただいております。でめっちゃ細かいところですけど、段ボールの梱包にてガムテープの角張りに感心しましたって言ってくれたけど、これは一つ一つ対応を真心込めてやってるんだろうなと思える最高な対応でしたって言っていただけますけど、これは嫁ぞのおかげです。僕そこまで気に回らへんけど、何言ってるか分かります？こういう風に段ボールあるじゃないですか。ほんならねここだけ真ん中だけピューってガムテープ貼るのは想像せんやけど、こっちサイドのところにもうガムテープ貼るときにしっかり角のところも意識して貼ってるっていうのが、僕そこまで豆じゃないから要僕はできひんけど、まあそれは嫁蔵のおかげなんで、嫁蔵にね伝えときたいなと思います。なんせ彼女この動画見てないから、旦那のチャンネル見てないんかって感じだけど、見てないんですよ。まあ、そういったことで、ブレスレットのレビューいただきました。やっぱりネックレスと比べるとねそんなに数は多くないんですけど、まあ、これから夏に向けてなんでね、ちょっと手首つけてみたいなっていう方がいらっしゃったら、まあ、こういうの見ていただければ嬉しいですし、まあ、もうちょっと派手なやつがいいとか、まあ、もうちょっとねゴツゴツした方がいいっていう方はね多分これはやめといた方がいいと思うんですよ。どっちかっていうとシンプル系なんで合わないかもしれないんですけど、まあ、こういう例えば半袖になった時とかでもね、こうなんかワンポイントになるじゃないですか。何にもないより、まあ、ワンポイントあってもいいかなっていう方なんかはね非常にいいんじゃないかなということで、まあ、皆様のお声いただきました。実際これ見て買ったけど微妙やったっていうお声があればぜひ書いてください。もうそれはまた改善しに行きますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いしますということで、まあ、これから夏に向けて、ブレセットのレビューをね皆さんの発表させていただいた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。